さあ、今度は場所を表す副詞、ここを考えてみることにしましょう。 A. Strange things happened here. ここで奇妙なことが起こったんだよ。ここで日本語だと文の頭に来そうな表現ですね。でも英語ではもちろん文末 here、 これは文末にありますよね。それは場所を表す表現というのは出来事全体を説明する表現だからです。 Strange things happened という出来事を説明したいという意識で文末に here と置かれているわけです。やはりこれも説明ルール、説明は後ろに置く典型的な例です。